最高ということでね、はい、ドンカメです。今回なんですけども、ケアパキタワーですね、まあ、この前はクラッシュのところでやったんですけども、今回はこのラストですね。これ多分ね、11段ぐらいいけるかな。これ多分11段以上ね、ちょっと頑張って、ちょっと今回は積みたいと思いますので、ぜひぜひね、ちょっと最後まで見てもらっていいかなと思います。ちょっと早速やっていきましょうか。で、ちょっともう積んでいきましょうか。もう IQ さんいけるかな。別に最初は下の段から置いてもらって、そうですね。で、できるだけちょっと、ちょっと置きやすいところに、まあ1段目ですね。まあこれはちょっとまあ第2段ということで、まあちょっと簡単にもやっていくんですけども、ちょっとどんどん積んでいきましょう。どんどん。で、まあ積み方としてはですね、このケアパケの上に、トロフィーか。そう、ケアパケの上にトロフィーを置くことで、その上に置けるということですね。そう、こういう感じ、こういう感じに、トロフィーを置いて、その上に、ケアパケを。これ、真上から置いた方が良くないですか。大丈夫ですか。真横から置いたらすごいことになると思いますけど、あ、全然、積んでもらったら大丈夫ですよ。もうギャオッティさんも、このトロフィーの上に多分置けるようになってるんで。うわ、あ、これ味方のやつか。味方のトロフィーか、これ。これ多分自分チームのトロフィーじゃなくて置けないですね。ちょ、これスターさんも、どんどん、パッパ置いてもらって。高すぎて上から置けない。このハルハルさんのとこから、多分置いてあげますよ。ハルハルさん置けますかね、それ。OK。で、これで2段目ですね。2段目。まあ多分ここぐらいは大丈夫なんですよ、全然。これって言い方、多分ね、このタワーから高すぎな気もするんですよね。まあいいでしょう。タワーから多分高いような気もするんですけど、そう。まあ大丈夫か。で、ちょっと次は、パンダさんか。パンダさん置いてもらって。いや、ちょっと割と1個目からちょっと、まあ、ちょっと下がちょっと不安定っていうのもあるんで、この、ま、平らじゃないんで、ね。まあ、ここら辺は余裕か。まだ全然余裕なんで。はい。はい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 。はい。降ってきました。おっと、失敗していく。ちょっと。ちょっと置くところがあれなんで。さあ次は誰が行く。さあ3段目。これ多分ね、この前のクラッシュの、その回しより多分難しいですね。難易度的には。こっからしかない。これちょっと、もうちょっとタワーに近づけた方が良かったんじゃないか。まあ、ちょっとできるところまで行きましょうか、ちょっと。多分ね、ちょっと、これタワーから遠いような気もするんですけど。はいはいはい、はい、ぽっと、いう感じで。はい、次4段目。4段目ってこれ。な、階段みたいにできんかな、これ。ほら。さて、ちょっと高くなっていくごとに、まあ、その、まあ、近づいてくるようになるんで、まあ、簡単に置けるようになってくるんですけど。さて、4段目。まあ、4段目もいけるでしょう。はい。お、ナイス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 、めっちゃうまい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 。今、4段目やばいな。4段目クソうまかったな。これ5段目か。うわお、なんか跳ねたぞ。跳ねたぞ、なんか。いや、これトロフィーも残ってる。これパンダさん。置けるか？オッケー。いや、なんかピョーンって跳ねちゃうねんな。うん。クラッシュでやった時はね、あんまり跳ねなかったんですけど。さて。ほい。なんか滑ってる？なんか滑ってる？なんかおかしいぞ。今日のケアパケタワー。ハルハルさんか、次。すげえな。なんか、多分ね、これね、まっすぐ置いてないからかな。だまっすぐ置いてないんで。ちょっともう一回やってみましょう。もう一回無理やったら、ちょっと、一段目からちょっと積み直しましょうか、ちょっと。オッケー。これでちょっと無理やったら、多分積み直しかな。ちょっと一段目の土台が悪かったんで。おぉ、ちょっとやばいぞ、今回。なんだこれ。ちょっと待って。これやり直しましょうか。ちょっと回収しましょう、キャパケ。ちょっと待って。回収するのはいいけど。誰か回収してくれ、このゲーム。天空の城ラピュタやろ、これ。うん。ちょ、ラピュタ誰か回収してくれ。おのっと、さ、頑張れ。ちょっと待って、複数のと弾かれるぞ。ちょっと。複数のと弾かれるぞ。はい。オッケー、それ最初からこうすればよかったんじゃないか。最初からこうすればよかったんじゃないか。オッケー。オッケー、はいはいはい。あ、ほう。そう、ここ、多分こっからが良かったな。こっからが良かったな。はい、はい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 。来たよ。オッケー、ほら、来た。今日、今日ポジ、これ。
勝率 100% のポジションやこれ。オッケー。いやじゃあ すごいですらやな、なんか密集してる人口密度やばい。怖い、3段目。あーまあ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 いいでしょう、まあいいでしょう、まっすぐやしね、まっすぐやしね。4段目か。オッケー。よし、あれ、あーなんちゃう。よしよし、ナイスナイス。これよくないか、最初からここでやればよかったんじゃないか説出てるよ。あいつ5段目。さあ5段目どんどんいける。これ IK さんか。オッケーオッケー、ナイスナイスナイストロフィー、ナイストロフィーまあ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 、さあ続いて IK さん、もう一段上でいくか。これあーこれもう一段上ですね、もう一段上の方がいいかな。あ、来た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 。これ5段目か。オッケー、大丈夫大丈夫。はい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 。で、次6段目か。オッケー。よし。これ何段目ですか？これ7か。7か6。な、まだ6か。まだ6か、これで。さあ次。オッケー。で置いて、トロフィー置いて、その上にケアパケを多分置けるとこがあるんですよ。1、2、3、4、5、6、7。7か、これちょっと下から見てるから全然分からない。いやーこれ1、2、3、4、5、6、7、8、次9か。いやーでもいけるぞ。来た来た、おお、いやこれすげえ、なんかエレベーターみたいな、これ上乗れへんねんけど、これなんか謎のバリアみたいなんだけど、これA, 10段目か。じゃちょっとそろそろゴリアテ作戦やりますか。じゃあもうちょっとゴリアテ戦法いきますよ。多分そっから乗せれないですよ、ハルさん。高さがないんで、ちょっとあのゴリアテ誰かこう置いてもらいます。ちょっとハルさん、あそこに置く。でもいけるかこれ、壁。あ、いける。ちょっと、一人だけって、ちょっと、一人だけって言ってんのに。みんなノート使う。もう、バグってる。モバイルじゃ耐えられないよ、これ。で、これだけ壁伝って、誰か、一人だけ。オッケー。で、壁屋さん頑張れ。頑張れ、壁屋さん。壁屋さんにかかってる。よしよし。あー、くそ。え？あ、オッケー。来た。今、11ラン？ G1 なんすか、これ。ナイス。え、これ、12なんすか、次。でも、いけるでしょ、これ。でね、ちょっとどうしよっかな。ちょっともう一個。そう、ここ乗ったら絶対いけるんですよね。で、ちょっとあの、僕当たってるところにもう一個置きます、誰か。そう。たぶんここで、あ、そうそうそう、ここにこういうような感じで挟まれながら行ったら簡単なんで。あー、じゃあちょっと、256m。いや、じゃあこれ、じゃあね、そう、ゴリアテの上にキアパケ置きましょう、じゃあ。あ、これゴリアテの上にキアパケ行きますかね、これ。そう、そう、あの、キアパケに近い方の、これ、ちょっと待って、人口密度東京やって、これ。人口密度がすごいことになってる。青のポイントは少ししか、でも少しあの連打してたらいいんじゃないですか。連打いける。あ、IKさんいけ。もう連打して。いやーちょっと厳しい。ちょっと見物者が多すぎる。あ、時間。あー、くそ、あれゴリアテ消えた。やばい、終わった、積んだ。いやー、ということでね、まぁ、あ、ちょっと今回12段か。ね、12段、詰めたんすけど、ちょっと皆さんどうすか、うん、いやー、ちょっと、ぜひね、ちょっと皆さん、ちょっと遊んで、ください。ちょっとこれ本当にちょ、俺、時間がやばいから、サムネだけ撮るか。ね。ということで、まぁ、あ、こんな感じでした。ね、ちょっとこれ。ちょっと14段いける人いたら、多分iTunes カードあげます。はい。これより高い人いったら、あ、サムネ撮りましたよ、ね。そう、これより高い人いたら、
ね、そう、iTunes カードをプレゼント企画やりますんでね。うん。